皆さんこんにちは、今日は5月5日子どもの日、皆さんいかがお過ごしでしょうかね。私はこれから、久しぶりに、大都会お台場の方へ出かけます。方向音痴の私は、果たして無事にたど、り着けるでしょうかね。心配です。その前に1曲だけ弾いてから行きます。マヤーゴアブシです。時間がないのでね、2番までにさせていただきました。それでは、行ってきます。